セーラーハット作戦は、アメリカ国防原子力支援局の資金拠出の下、アメリカ海軍官邸局が実施した一連の爆破実験である。実験は1964年にカリフォルニア州サンクレメンテ島で行われた2回の水中爆発実験と、1965年にハワイ州カホーラウェージ島で行われた3回の水上爆発実験からなる。 1946年7月に実施されたクロスロード作戦と同様、核兵器の爆風効果が水上艦艇に与える影響を確認するために行われたもので、核兵器の代わりに大量の爆薬を用いて行われた。下方ラウェジまで行われた実験はいずれも艦艇の近くにドーム状に積み上げた500ショートトンの TNT 火薬に点火するものであった。 TNT 火薬は核兵器よりも爆発時のエネルギー放出が緩慢なため爆風効果は核出力1キロトン級の核兵器に相当した。標的艦はクリーブランド休憩巡洋艦アトランタであったが、その他ミサイル巡洋艦イングランド及びデール、ミサイル駆逐艦国連、ベンジャミン・ストタート及びタワーズ、カナダ海軍の駆逐艦フレーザーが参加し、 第二次世界大戦中に建造をされた旧型艦のアトランタから当時新鋭艦であった国連まで新旧織り混ぜた編成であった。非常に複雑な実験操作により海軍艦艇の爆風抵抗性を決定し改善するために有用なデータを得ることができた。1963年に部分的核実験禁止条約が発効すると大気圏内での核実験が禁止された。 これを受けて国防原子力支援局は爆風効果の確認を高性能爆薬を用いて行うよう方針を変更した。カナダは1964年にアルバータ州の実験場で500ショートトンの高性能爆薬を用いて核兵器の爆発を模擬するスノーボール作戦を実施していた。1963年には国防原子力支援局は海軍艦艇局に 従来型火薬を用いた全規模爆発試験を実施するよう働きかけていたが、実験上は未定であった。新珠湾攻撃以降、ハーイ州は海原霊下に置かれ、カホーラウェイ島は、射爆撃訓練場となっていた。カホーラウェイ島は、海岸からすぐに深くなっていること、わずか90マイル先に、ホノルルの新珠湾海軍造船所があり、広角的な支援が受けられることもあって、 セーラーハット作戦の実験場に選ばれたのは、ごく自然な成り行きであった。ハンターズポイント海軍造船所に停泊しているアトランタ。標的艦への改装が完了した姿。実験のため、様々な機器や構造を搭載できるテストプラットフォームが必要となった。軽巡洋艦アトランタは1949年に退役し、 太平洋予備艦隊に配備された後1962年に配艦となっていたが、サンフランシスコ海軍造船所で大改造が施されて、高エネルギー空中爆発の影響を研究するための標的艦に改装され、新たに看板号ライン -304 が付与された。船体はメインデッキレベルまで切り下げられ、2種類の環境と3種類のマストが取り付けられた。 駆逐艦用の主だった通信システム、索敵システム、下記管制システム、兵器システムが設置され、当時使用されていたアルミニウム構造材との比較のため、ガラス繊維強化材製の実験的な環境も据え付けられた。その風変わりな姿は、ハワイの実験場に向かう道中で注目を集め、風文の的となった。実験に使用する TNT 火薬は、 旧式魚雷や地雷などから回収した火薬を燃料に、高品質の鋳造ブロックを製造する方法を、開発したネバダ州放送の海軍火薬省で製造された。試験のために4インチ12インチ12インチ、1個32.98ポンドのブロックが合計92,022個製造された。3度の実験とも、爆薬の積み上げ作業は、 海軍第3建設工兵大隊が担当し、3674個の TNT 火薬ブロックを直径34フィート、高さ17フィートの半球状に注意深く積み上げるという危険な作業をこなした。爆薬ドームは海岸近くに設けた八角形の薄いコンクリートパッド状に置かれた。各実験において、処簿の結果を得るために鑑定を爆薬から 正確な距離に係留する必要があったが、これは強風の中では困難な作業であり、官邸局はこのために特務公用衛星サンナディンと修理急難艦政府ガード及びカレントを派遣した。最初に行われたアルファ実験では20トンの HBX 爆薬を水面下200フィートで爆発させた。これはより大きな水上爆発実験を行うに先立って実験機材に 水中衝撃波が与える影響を確認するために行われた。乗船していたクルーは爆発によって船体が巨大なハンマーで叩かれたような音とともに床から足が浮き上がり塗装が配管やバルカヘッドから剥がれを落ちたと報告した。本実験ではアトランタは標的艦として爆心地近くに係留され他の艦は 簡単に修理できるよう離れたところに係留された。グラボー実験で発生したバクトドロキ。アトランタは中央左側に係留されている。衝撃波が間を越えて左側に広がり、凝縮雲が立ち上っている。刑事・点火システムはアトランタに置かれたが、写真撮影用航空機や煙観測用ロケット数百に及ぶ測定記録機器との同期が不可欠で、 あった。爆破はさながら小さな核爆発といった予想で、水面に衝撃波が走り衝撃凝縮雲が広がり、火球とキノコ雲が現れた。爆発によってジュープシーの爆発が生じ、圧縮された空気は、最大速度294マイルパーアワーの壁となってアトランタに殺到した。生じた爆発は、高度8000フィートで1メガトンの TNT 火薬が、 爆発したのと同等で、鉄筋コンクリートの建物を破壊するにたるものであった。想定された爆発力から、アトランタは爆心地から約800フィートの位置に係留されていた。上空高くに上げられていた2つの気球は墜落し、甲板上に置かれていた、等身大のマネキンは激しく投げ出された。最初に行われたブラボー実験でも二次被害をもたらす、大量の岩石が飛散した。 この対策として、次に行われた、チャーリー実験では、厚さ5フィートの砂の上に爆薬が置かれた。さらに、最後のデルタ実験は、全2回の爆発でできたクレーターを3万9000、立方ヤードの砂で埋め戻し、その上に爆薬を置いて実施された。アセスイギリスの U-S-S アトランタを中心に、ショットチャーリー動作のセーラーハット。アトランタには、 爆風効果を記録するために500台以上の高速度カメラが設置された。試験中は、甲板より下の区画に169人の海軍乗陸組員と60人の科学者が乗艦した。上部構造は爆発で損傷したが、乗員はアイオワ級戦艦の16インチ手砲9門の正社と同程度の衝撃を受けるだけで済んだ。上部構造の SPS-37 アンテナ。 および、SPS-10 アンテナイナス -4、無線方位探知機は、爆風で引き裂かれ、他の構造物も大きく変形した。ターターシステムの中核であるアン、SPG-51 射撃式レーダーは1時間ほど、動作しなかった。アスロックランチャーやマーク32魚雷は破損したが、アスロックのロケットモーターや、マーク44魚雷及びマーク46魚雷は、 無傷だった。マーク25魚雷はアルミイモの製の外装がひび割れ、取り付けボルトは伸び、干渉ブランケットが壊れて噴射口ドアが飛び出るなど、ひどく破損していたが、驚くべきことに、それでも作動した。電子機器を乗せた三脚マストは壊れて甲板に倒れ込んだ。爆破側では強化型環境の機器は2インチほどずれていた。リーヒ級駆逐艦タイプの環境は、 溶接部が破裂して、上に層が吹き飛んでいた。イングランドは、爆心地から一番遠くに係留されていたため、損傷は警備で、一番大きな被害は吹き飛ばされた、岩石で船体にできた凹みであった。衝撃波により、船体が左右に4フィートほど揺れ動いたという。国連は爆発により5分ほど動力を喪失したが、船体及び艦システムの検査と爆風の影響を、 確認するために、自力で、真珠湾海軍造船所に開港することができた。真珠湾海軍造船所では、艦が強烈な爆風に持ちこたえたと評判になった。国連は、アン・ SPS-393 次元レーダーとアン・ SPS-42 次元レーダーのアンテナを、どちらも交換するなど、若干の修理を受けた後、初任務に就くため実験任務を解かれた。 セーラーハット作戦により形成されたクレーター。実験により、いくつかの部材が爆風に弱いことが判明したが、ほとんどの部分は健全性を維持していた。また、容認できない重量増やコスト増または運用上不都合の変更は不要で、ごく低コストの軽微な設計変更だけで済むことも分かった。例えば、アンテナがいくつか。 使用不能になったが、新しくアンテナを設計する必要はなかった。実験データを利用して、損傷範囲の予測精度を改善したり、戦闘における生産性を高めるための設計、及び使用に関する情報を入手することができた。また、この実験から、官邸の評価に直接関係するプロジェクト以外にも有用な情報が得られた。例えば振動の影響、水中音響、 無線通信、クレーター形成現象、自由空間における爆風の計測、下級形成、雲形成や電磁界の影響といった研究課題には本実験のデータが活用された。爆発によって形成されたクレーターは今も残っており、セーラーハットクレーターと呼ばれている。陸風潮溜まりと呼ばれる、奇水湖になっており、この環境に適応したハイ初等固有種の沼エビカの エビが生息している。ありがとうございます。